今シーズンっていうのを振り返っていただいてよろしいでしょうか。そうですね、今シーズンは、まあ、1軍と2軍の行き来も何回かありましたし、開幕は初1軍で上いましたけど、なかなか、まあ、スタメンで出続けることが、まあ、できなかったので、そこが、はい、一番悔しかったです。まあ、その中でも、まあ、1軍2軍というのをいろんなことで経験したと思うんですけど、まあ、そこで見つかった課題であったりとか、それとも逆にこう収穫みたいなところでいうといかがですか。まあ、下では、まあ、それなりにこう結果が出たとしても、そのまま上に上がって、やっぱ1軍レベルのピッチャーと勝負した時に、やっぱり一番はまっすぐの速さ、そのキレがやっぱり違いますし、それに対してやっぱり刺されて負けてしまうっていうのが一番やったんで、まあ、そこの力強さ、そこに負けない力強さっていうのはすごい必要だなと思いました。逆に収穫っていうのは何かありますでしょうか。まあ、去年から、だいぶ、まあ、守備固めの方でも使っていただいて、で、まあ、今年もそうですけど、まあ、だいぶ、まあ、エラーも少なくなって、まあ、すごい今までは、まあ、少しなり不安もありましたけど、まあ、今年に関してはすごい思い切って生きてるというか、すごくいい勝負ができていると思うので、それはすごいいいことだなと思います。ここまでの、秋季キャンプ、まあ、どういう課題を持ってといいますか、どのように過ごされていますか。まあ、一番は、まあ、守備の面で、足さばきをテーマにって言った中で、まあ、キャンプに入ってきて、まあ、それはすごく今意識して取り組んでいるところです。まあ、このキャンプではショートというところを、まあ、監督も、守って勝負してほしいという話があったと思うんですけど、まあ、監督とは何かお話っていうのはされましたか。まあ、初日の特集の方で岡田さんのグラブさばきを、まあ、間近で教えてもらったというのはあります。何かそこで言われたこととか、何かこう関係だと思いますか。まあ、今まで取る位置が近かったのを、まあ、岡田さんは前でさばいた方が、次のプレー、次の動作にすごいスムーズに行きやすくなるので、まあ、それは取り組んだ方がいいというふうに言われました。やってみていかがでしょうか。そうですね、実際に、まあ、なかなか難しい部分ありますけど、実際にハマった時はすごいスムーズですし、まあ、ショートからファーストすごい距離があるので、まあ、その分軽い力ですごいスムーズに投げるので、それはすごいいいなと思います。まあ、岡田さんもですね、やはりこう一番の二遊間の強化というところを大きな目標として掲げられてたんですけど、まあ、その辺に関してはどう自分で受け止めておりますか。そうですね、まあ、この練習してでもそうですけど、まあ、いろんな人と今組める機会ありますし、すごいコンビネーションって大事だなと思いますし、まあ、やっぱり二遊間守ったらやっぱりゲッツーはすごい魅力的なものが自分にあるので、まあ、それを来シーズンいっぱい取りたいなと思います。ショートへのこだわりみたいなところを教えていただきたいんですけど、まあ、やっぱり自分のアピールポイントは、スローイングなので、やっぱり三遊間からのスローイングであったり、そういったショートでしかできない長い距離投げれますし、そういった花があるポジションだと思うので、すごいショートを守りたいなと思います。まあ、岡田さんの方からですね、今日は、セカンドに中野選手が入って、まあ、今年でいうとショートの正ショートとして、まあ、中野選手が守られて、その中野選手がセカンドに行ったということで、まあ、ショートでの大松選手の、まあ、かかる期待というのは大きいと思うんですけど、その辺りはどう思いますか。そうですね、本当にすごくチャンスだと思いますし、もうとにかくアピールするしかないと思ってますし、まあ、本当に大チャンスなので、そこはしっかり、はい、奪っていきたいと思います。まあ、肩が売りだという話先ほどもありましたけども、まあ、バッティング含めてどういうところでも改めてアピールしていきたいなというのはありますか。やっぱり一番は守れるところ、ファインプレーとか
じゃなくてピッチャーが打ち取った普通のゴロを普通に当たり前にさばけるように、そこが今は一番目標です。こう今までいうとこう、ね、キャンプ始まってから、まあ、タイムを測ったりしてこうゲッツーの練習をしたりとかっていうところもあったと思うんですけど、こうスピード感みたいなところは守備でこう重視されてきてるんですか？そうですね、普段のノックだとまだ一個ずつ確実にゆっくりっていうのはできますけど、やっぱりタイムってなると多少の、まあ、無理なプレーもそうやって急がないといけないんで、そこでやっぱり体が固まってしまうと良くないので、そこはいかに体の力を抜いてそれで速さを求めてできるかっていうのは求めてやってます。まあ、今年でいうと、まあ、あの同世代で言いますと、まあ、カープの小園選手だったりとか、まあ、バファローズの、太田選手だったりとか、まあ、同世代の選手がこう、ね、セカンドショートで活躍してっていうところがあったと思うんですけど、まあ、そういうあの同世代の活躍っていうのはどのように感じてますか？そうですね、すごい刺激になりますし、まあ、小園なんかはずっとシーズン通してずっと出てますし、まあ、太田も日本シリーズすごい活躍してたんで、まあ、本当に負けてられないなっていうのは常に思って見てます。じゃあ来季こそはっていう感じですか？そうですね、本当に今度は自分が、はい、活躍したいと思います。まあ、ショートで、まあ、木南選手を比較されること多いと思うんですけど、この辺に関してはどう感じてますか？本当に競争だと思いますし、まあ、その中でも、木南さんから、盗めるところが盗んで、まあ、一緒にやってる分すごく近くで見れるので、いいところをどんどん常に盗んで自分のものにしていきたいなと思ってます。まあ、あの一軍での活躍というところ、まあ、スタメンでのというところはあると思うんですけど、まあ、来季に向けて、まあ、こんなところにこだわりたいだったりとか、まあ、具体的にこんな数字を残したいみたいなところを教えてください。やっぱり1年間通してスタートで出たいっていう気持ちが一番強いので、まあ、その中で岡田監督も守備を重視されている中で、まあ、本当に強いセンターライン、その中に自分が入れるように、まずは守備っていったところを極めていきたいなと思います。まあ、その暁にはどういう感じの結果といいますか、目標ってありますか？まあ、この秋、春でまあ、しっかり結果を出すことだと思いますし、まあ、ピッチャー、首脳陣からの信頼もすごい大事になってくるので、まあ、結果というよりかはその毎日の積み重ねをどんどんアピールできたらなと思います。わかりました、ありがとうございます。はい、はい、ボール当たったみたいですけど、もう大丈夫ですか？いや、そのボール当たったのが次校内になって、でも3カ所ぐらいあるんですよ今、痛すぎてあ、そこからの派生なんですか？あ、そうっすもう走ってるだけで痛いんだよ、空気触れると痛いんだよ、だからもうやばいっす高知県安芸市で行われている秋季キャンプにやってきました。テンション上がりますね。お前肩弱いなって言われたから